ドジャース世界一の瞬間、札幌では。あ、優勝したんですか。ええ、なんか誇らしい気持ちになります。さすが夢を叶えて素晴らしいなって思いました。いや、ラッキーなところもあるんでしょうけども、もともとチーム力があるんでね、そういう結果になるのは、まあ、予想はしてましたけど、やっぱ一人だけちょっと格が違うので、はい、そういう方が一人でもタイガースにいれば、はい、と思います。大谷選手を中心としたドジャースグッズが揃うこちらのお店では、優勝した瞬間歓声が上がったといいます。勝つと、いや思ってましたけどまさかです。おめでとうございます。ブレスレあるかな、大谷さんのブレスレット。あー、すごい。あるそうです。ブレスレットあるんだって。あるんだって。ポストシーズンの時の帽子になってます。でもこれからどんどん人気は出てくるかなと思ってます。今週の土曜日日曜日から新しいグッズ、ワールドシリーズのグッズが入ってくるので、もしよろしければ足を運んでいただけると嬉しいです。ファイターズの時代に応援大使として日高の浦河町を訪れた大谷選手。思い出残ってんね。うん、まあ、すごくいい場所ですし、はい、ぜひ来て楽しんでもらえたらなと思います。はい、この時に昼食を取ったお店では、よし、あ、おめでとうございます。世界一の大谷になりましたね。また勝飯食べに来てください。よろしくです。こちらは大谷選手が散髪に通っていた札幌白石区の利用店です。出る試合ホームラン打ってるような感じに見えたので、すごいなと思いました。大谷選手から世界一の報告の連絡は、うん、いや、ないです。ないですか。大谷選手、世界一おめでとうございます。来年は宇宙一になってください。頑張ってください。さあ、旬の美味しいものはデパ地下にあり。大丸札幌店ではこんな長いパンプキンプリンや宮古かぼちゃのクリーム焼き、あー、秋の味覚がいっぱい。丸井舞札幌本店では見てください、4種類のキノコを使ったハンバーグなんですけど、オニオンソースが美味しそうですね。テリテリしてます。粒あんの中にかぼちゃが入っていて、生地にもたっぷりのかぼちゃが練り込まれてるそうなんですよね。どれ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 、あー、粒あん大好き。さあ、札幌駅エリアにある大丸札幌店と大通駅エリアにある丸井舞札幌本店、この2つのデパートの地下食品街で食欲の秋を満たすグルメを徹底調査しちゃいますよ。まずは丸井舞札幌本店から。あさってはハロウィンということで、ハロウィン気分が盛り上がるものがたくさん並んでるんですが、私が気になったのはですね、こちらのパンのアンデルセンさん、奥にはカフェが併設してあったりするんですけれども、ここにですね、見つけちゃったんですよ。あのチョコパンが猫に変身してます。あ、仮装してるのか。かわいい。さあ、ケーキやお菓子がハロウィンデザインなのはもちろん、おはぎもハロウィン、さらにはお弁当までハロウィンですよ。楽しいハロウィンムード一色になっていましたね。さあ、こちらの19大福堂さんは今年で100周年を迎えるそうなんですよね。おめでとうございます。さあ、そんな19大福堂さんでは季節限定の栗大福ですとか、さつまいも大福なんていうのもあるんですね。さあ、さつまいも大福ちょっと珍しいなと思いまして、今日はちすわさんにね、買ってきました。食べてみてください。いただきます。はい、中にこれさつまいものあんがたくさん入ってるんですね。そうなんです。うん、あ、お芋の優しい甘みがすっごく美味しいですね。言わずもがな、もうお餅ももっちもちで、これ練り込んでありますよね、お餅にも。そう、お餅にね、黒のごまが入ってるのもポイントかもね。北海道の銘菓さんはね、いろいろな季節限定のものを出しているということで、見るだけでもね、本当に楽しいんですけれども、あ、こちらのね、森本さんでもその
デザートがあるそうなんですよね。あ、これですかね、富良野雪解けチーズケーキのスタッフさんなんとかぼちゃ味が、今年 初登場した期間限定の商品になっております。今年初登場なんですね。うわあ、ちょっとこれ、あ、いただきます。冷凍で食べる、うん、あ、かぼちゃの上のクリームがすごくふわふわなんですけれども、この真ん中のチーズケーキのところ、かぼちゃも感じながら酸味のあるねチーズケーキ独特のうまさもあって、で最後にブルーベリーと山ぶどうを使ったジャムがいいアクセントになってますよ。美味しかった。さあ、大丸札幌店の売れ筋秋スイーツもチェックですよ。さあ、こちらはねルタオさんなんですけれども、いや美味しそうなケーキ、ぶどうでしょ、そしてかぼちゃでしょ、栗でしょ、見て見て、こっちさつまいもなんだけど、このさつまいもの309っていうケーキがもう人気商品で売れ筋ナンバーワンなんですよね。これはどんなケーキなんですか？はい、こちらは今の時期にぴったりなさつまいもの甘みのあるムースと優しいバニラのお味のムースの2層仕立てのケーキでございます。2層になってるんですね。はい、さあ、他にもですね、京都に本店を構える足立音右衛門の大粒の干しぶどうを贅沢に使った数量限定のフルーツケーキですとか、あとはね、アトリエアニバーサリーの季節限定の芋、栗、かぼちゃのマカロン、綺麗でしょ。道島ロールのマロン味も人気なんですが、これはね、江上アナに買ってきましたんで召し上がってください。ありがとうございます。いただきます。はいよ。どう？うわ、うんうんうん、あとね、生地の甘さもちょうどいいし、クリームの甘さもちょうどいい、あとマロンの香りがね、うん、ものすごく香り高いですね。そうでしょう、甘さがちょうどいい。あら、全部食べていいよ。いただきます。遠慮するんじゃない。さあ、甘いものの次はしょっぱいものも食べますよね。いや、色合いも綺麗だよね。美味しそうでしょ。秋ですね。ほら、このカニとほうれん草の濃厚シチューパイ、美味しそうじゃない。こうやって食べてみたいよね。ふわーっと湯気が出てね。で、こちらのね、お店はほら、大学芋、さつまいもね、そして、あ、旬の鮭を使った南蛮漬けも美味しそうじゃありませんか。でね、さっき私見つけたんですけれども、美味しい美味しい、あ、こちらのお店、おこわの米八さんなんです。湯気今日も出てますか？出てますね。美味しそう。見て見て、秋の季節のおこわ、吹き寄せおこわっていうのが銀杏が見えて美味しそうじゃない。中でも私がね、おすすめしたいのはね、松茸のおこわ。じゃあ期間限定のこの松茸のおこわいただきますよ。もう蓋を開けた瞬間からね、あー、いい香り。松茸いっぱい入ってますよ。お揚げとね、銀杏も入ってるんですね。わー、おこわだからもちもちだ。いただきます。お出汁ももちろん効いてるんですけどね、松茸の香りの方が感じられますね。このお揚げがね、松茸とか美味しいエキスを全て吸い込んで、さらにね、美味しさをアップさせてくれるんです。さらにこんなのもありましたよ。釜栄で今月登場したのが、秋の味覚キノコの中でもなめことキクラゲを使った揚げかまぼこ、これがね、美味しくて人気でした。寒くなってきたこの季節、今特に売れているのが、バカ売れしているのがこちらなんですよ。そう、平珍楼さんの肉まん、年中通してこうほかほか売られてるんですけれども、今の季節が一番売れてるそうなんですよね。さあ、お家で温めて調理する形でも販売してるんですけれども、業務用の本格的なこの蒸し器で蒸した肉まんっていうのは格別と大人気なんですよね。一つ500円超えの高級品ですが、多くの方たちに購入されている人気商品です。いいですね。うん、うわー、すごい具沢山、お肉もびっしり、たけのこ、そして具材、しいたけが入っていますね。お昼これ1個で十分かもしれない。でもふわふわなんだ。見てないぐらいですか。まず来るのがね、食感の具合、シャキシャキとした食感の中にしいたけの旨味とたけのこのシャキシャキも来て、
この豚肉がまたねジューシーで、この美味しい脂のところがこの皮のところにこう絞って絞ってボリュームもありますし体も温まりますし満足満足。いやこちらのね、かぼちゃのショートケーキが新商品なんですって。しかもこのかぼちゃ、星沖の小学校の学生さんたちが作ったかぼちゃを使ってるっていうね。いやーこれはねどんなお味がするか楽しみですね。さらにデパ地下では食欲の秋だけではなくて芸術の秋も堪能できるんですよ。こちらの赤坂柿山さんね、こちらのこれこちらのお菓子見てください。この缶が素敵なんですよね、この入れ物が。さあ東京国立博物館とのコラボレーションしたデザイン缶が素敵なこちら、見返り美人図には何が入っているかというと、まあ、缶も素晴らしいんですけどね、醤油と海苔のおかきが入っていますよ。さらに風神雷神の缶の中にはそう醤油とごま、薄口醤油、昆布だしの4種類のおかきが入っています。一方こちらの大丸のお店では西洋の絵画が楽しめるお菓子があるんですよ。こちらなんです。素敵でしょ、これミュシャでしょ、でこれダヴィンチ、ルノワール、フェルメール、モネ、あとこれムンクでしょ、あと、セザンヌですとかモネとか、あゴッホもありますよね。楽しいですよね、まあ、名画をねステンドグラス風にオリジナルアレンジした缶に入っているのは中にかりんとうなんですね。贈り物にはもちろん自身のコレクションとして楽しむ方もいるという人気シリーズなんです。全部欲しくなりますよね。これ食欲も満たされて、そして目で芸術も楽しめて本当に素晴らしいと思いません？デパ地下って楽しいわ、何度来ても楽しい発見があるのよね。いや、本当楽しいですよね、このかりんとうの名画のシリーズ素敵ですね。本当に人気で、あの缶を集めるなんて方も、ね、中にいらっしゃるんですが、はい、もらった後、ね、何を入れようか楽しむのもちょっとまたいいんじゃないですか。そうですね、いろんなものを入れて、ね、楽しみたいですね。そうなんですね、この時期しか、ね、味わえないものもいっぱいありますので、ぜひ皆さんもデパ地下に足を運んでみてくださいね。2人に共通しているのは結構まあちょっと男関係とか恋愛関係に絡むとちょっといろいろなんかやばいのかなみたいな。友人が語る逮捕された大学生の女2人の素顔、今回の事件にも恋愛をめぐるすれ違いが背景にあったとみられています。今月26日、江別市の公園で千歳市の大学生長谷智也さんが集団で暴行を受け、その後死亡し、服を着ていない状態で発見された事件。発見から5日目の昨日までに男女6人の若者が逮捕される急展開を迎え、このうち新たに逮捕されていた少年ら2人が今日、傷害致死の疑いで送検されました。この事件で逮捕されたのはいずれも江別市の大学生八木原天容疑者と川村ハオト容疑者ら男女6人。基本的に一人でいて、まあ、ちょっと変わった雰囲気があるなって思ってました。で結構嘘をついたりとか物に当たっちゃったりとか、まあ、結構暴力的な発言ちょっとしちゃったりとか。いずれも友人関係で、八木原容疑者は川村容疑者と同じアルバイト先、さらに長谷さんとは交際していたということです。捜査関係者などによりますと、八木原容疑者は就職活動などをめぐり長谷さんから交際期限を示した別れ話を持ち出され、トラブルになっていたとみられることが分かりました。1年後に別れることを切り出され、相談するために会った。事件前、八木原容疑者の自宅を訪れた長谷さん、八木原容疑者の私物を届け返却しようとしていたということです。長谷さんと揉めている最中、川村容疑者に電話した。トラブルの内容を耳にしていた川村容疑者は、他の容疑者の男らと5人で現場の公園へ、八木原容疑者と2人で公園へ向かったという長谷さんは、その後6人から暴行を受けたとみられています。
別れ話を知った川村容疑者は八木原容疑者に対し長谷さんに謝ってもらおうと思ったと話しているということです。警察は持ち去られた長谷さんの所持品の一部とみられるものをすでに回収していて事件の背景を調べています。大きいですね。でかい。中までタレ染み込んでますね。全道におよそ60店舗、数々の人気商品で道民に愛されてきたサザエ食品が生まれ変わります。一体何が変わるのでしょう。新たに生まれ変わるサザエの発表会に来ています。マスコミの多さ、注目度の高さを感じます。一体どんな風に生まれ変わるのでしょうか。1957年、函館市の朝市に小さな食堂サザエが開業しました。創業者の野村富さんが従業員や子供のおやつとして作っていたおはぎをお客さんにお裾分けしたところ美味しいと評判に。市場で売ってみるとあっという間に売り切れました。これがサザエ食品の始まりです。現在年間150万個売れるおはぎですが、それがバージョンアップします。こちら新商品の富のおはぎです。大きいですね。でかっ。これは食べ応えありそうですね。創業当時の大きさを再現したおはぎとなっております。なんで富のおはぎっていうんですか。はい、サザエ食品の創業者が野村富でして、その野村富の名前をそのまま名付けたおはぎとなっております。いただきます。あんこずっしりですね。こちらはですね、全てお店での手作りとなっております。お店で手作り握ってるんですか。そうです。今回ブランドコンセプトということで手のひらに思いを乗せてと原点に帰りまして手作りというのにこだわりました。従来のおはぎも、愛されている商品ですので全て店舗で手作りという形に変更して、そちらもそのまま残ります。さらに定番のおはぎを片手で食べられるようにしたスティックおはぎなど新商品も登場。ロゴも変わります。サザエの主役おはぎとおむすびを文字の中に表現。その主役の一つであるおむすびもリニューアルします。こちら新商品の天たれご飯のエビ天むすです。エビ天むすも変わったんですか。はい、今までの天たれは外側にタレを漬け込んでたんですけども、今回はもう中まで染み込んだ新しいおむすびとなっております。うん、本当だ、中までタレ染み込んでますね。テストマーケティングで両方販売してみたんですけども、どちらも人気があったということで両方販売させていただくことにしました。従来のちょっと白米があるパターンもありつつ、はい、今回はタレがしっかり染み込んだやつも販売してるんですね、はい、そうです。ちなみにこれサザエってどうしてサザエという名前なんですか。もともと創業者の野村富が漫画サザエさんのような明るい家庭でそういったものを目指してというか憧れてつけた店名というふうに聞いております。おやきも原料を見直し、冷めても美味しく食べられるように。赤飯も小豆の煮汁でふかすことで自然な色合いに仕上げるなど、さまざまなチャレンジを行います。今まで愛されてきたお客さんはもちろんですけども、これからの新たな世代ですね、平成生まれですとか令和生まれのそういったお客様3世代に愛されるようなそういったサザエを目指していきたいというふうに考えております。サザエ食品のリニューアルは明日から店舗ごとに順次行われます。サザエがパワーアップするそうなんですね。石井さんもよくお昼にサザエのおにぎり食べてますよね。私もしょっちゅう買ってるんですけど、トミさん私実際お会いしたことありまして、昔ね、いや本当にね、あったかい感じでね、なんか家庭的な部分も残してるのがこのサザエ食品のいいところだなというふうに思うんですけど、進化してますんでね、トミさんもきっと天国で喜んでらっしゃるんじゃないでしょうか ね本当にあったかい味がしますよね、で今回のリニューアルによってさらに手作りにこだわるということで、今までは工場で多く作っていたおはぎも店舗での手作りにこだわっていくということでした。全道のサザエで明日から順次リニューアルオープンとなります。27日に投開票された衆院選では、道内12の選挙区で立憲民主党の9人と自民党3人が当選しました。今日道庁で行われた当選証書の付与式。
当選した本人や代理人らが同選管から当選証書を受け取り喜びをかみしめていました。改めて今回の当選、実感が湧いてきたところでございます。地域でね、聞いてきた声がしっかりと形になるように、しっかりと声を上げていきたいと。比例での当選者にはあさってに当選証書が手渡されます。国会への初登院は来月11日になる見通しです。札幌駅前で新千歳空港行きのバスを待つ人の長蛇の列、キャリーケースを持った人の列は最後尾が見えないほどです。午後1時ごろ、小樽から新千歳空港に向かっていた快速エアボートが厚別区の上野幌駅を通過する際に人と接触。接触した人は成人女性とみられ、その場で死亡が確認されました。この影響で千歳線の札幌千歳間の上下線で運転を見合わせていましたが、およそ1時間後から運行を再開。ただ快速エアポート33本のほか、札幌と室蘭を結ぶ特急など53本が運休しました。